皆さん、こんにちは。タイトル、そしてサムネイルでもわかると思いますが、実は、アップデート、サーモンによる、アップデートも、サーモンによる、サーモンランのアップデートも確認することができました。まあ、バトル系の動画とか俺あんま出してないですけど、そのサーモンランのアップデートはちょっと、みんなと一緒に見ていこうかなと思って、動画にさせてもらいました。映像は、この間やった、鮭の、動画なので、まあ暇つぶし程度に見てくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ということで、あれですね、ビッグラン、ついにビッグランがみんなでできるようになって、で、まあ簡単に言うとビッグランとは、鮭がイカたちの住む地域にまで押し寄せてくると、なんか鮭たちがちょっとね邪魔してくる、俺らのバトルの邪魔をしてくるみたいなので。まあ、簡単に言うとあれかな。サーモンランのフェスみたいな感じですかね。まあ、数ヶ月に一回来るみたいなので、皆さん楽しみにして待っていましょう。で、その数ヶ月に一回が、実は第一回のビッグラン、12月10日の土曜日、午前の9時から、12月12日の月曜日、午前の9時まで、2日間ですね。スメーシーワールド。場所はスメーシーワールドで、開催するみたいなので、皆さん、ご注意ください。まさか、ヒレオさんの、バイトしてるところ、スメーシーワールドが襲われるなんて、多分本人もびっくりでしょ、あの人。てか、普通に、鮭を倒せばいいのか。このバイト。ね、普通に倒して、金のいくら集めるんですけど、ビッグラン実はね、あれなんですよ。なんか、バッチやな、置物か。置物をね、最終的にはもらえるようになるんだって。で、その、置物をもらえるようになるためには、あれだ。あれ、出てこない出てこない金いくらをいっぱい集めた人がもらえるらしい。まあ、多分、やっただけでもらえる、参加しただけでもらえるんですけど、まあ、その、金いくらの量に、よって、その上位の 50% は銅色。上位の 20% は銀色。で、上位 5% が、金の置物もらえるっぽいです。まあやっぱ狙うは金だし、まあ俺もね、鮭。もうずっとスペラ2が鮭やってきたので、欲しいので、まあ、友達がね、少ないから、一人でやることにはなるかもしれないけど、このビッグランでの、頑張ってやっていこうかなと思います。みんなも頑張ってください。ただ、俺より頑張りすぎると、俺が置物もらえなくなっちゃうから、それは、ほどほどによろしくお願いします。まあ、これが今回ビッグランの情報でした。はい。で、それとは別にですね、サーモンラン、ちょっと今難しいじゃないかなって人も多分、いるんですよ。まあ、ノルマが高かったり、カンストするの難しいなって人も多分いると思うんですけど、ちょっとしたね、大物鮭の修正が入りました。まあ、しかも、みんなが大嫌いな大物鮭。鉄球にですね、弱体化が入りまして、鉄球が大砲を持って、金のさ、なんか、箱みたいなとこにさ、発射装置か。発射装置に大砲入れるじゃん。あれ、ちょっと厄介でしょ？で、その、歩いてくるスピードが、鉄球が大砲を持って歩いてくるスピードが、約 30% 遅くなったみたい。で、まあ、3分の1の、速さ。違う、3分の2の速さになったのか。まあ、今までより少し遅いよっていうイメージですね。で、ついでに、鉄球が飛んでくる場所って、みんな、わかりづらいじゃん。鉄球どこから来たの？どこから来たの？って、特に霧の時とか思って、鉄球の処理が遅れて、まあ、サーモンラン負けてしまうことがよくあるんですけど、この鉄球の演出がですね、飛んでくる。鉄球の弾が飛んでくる方向が分かりやすくなったみたいです。まあ、これは、俺一番好きな、一番嫌いな鮭の、まあ、大物鮭は鉄球って生放送でも言ってるぐらいなので、嬉しいですね。で、あとその鉄球の飛んでくる方向も分かるのもすごい、嬉しいです。はい。で、あと、まだまだあるんですけど、サーモンランのスペシャルあるじゃないですか。メガホンレーザーとか、トリプルトルネード、ジェットパック、ナイス玉、すべてに、
修正が入りました。で、全部ね、強くなったんですよ。メガホンレーザーは、大物鮭を追尾性能が上がったり、ダメージ、与えるダメージも上がって、まあ、使ったら得したよ、得するよ、みたいな感じですね。で、トリプルトルネードもダメージが上がって、で、多分ね、このトルネードを投げた時に、鉄球とかにさ、当たった時にさ、くっつかないでさ、なんか奥の方向行って水に落ちちゃう人いるじゃん。トルネード。それが多分なくなったような感じ。俺もまだやってないからわかんないけど、文字だけ見ると、トリプルトルネードが、まあ、作動しやすくなったんじゃないですかね。はい。で、あとジェットパック。ジェットパックは、使い終わって戻ってくるときに、鮭がリスキル状態になってくるじゃん。時々ジェットパックの周りに人集まってるんですよ。人じゃない、鮭が。それが、なんかされなくなったのと。あと、ナイス玉も同じで。ナイス玉も攻撃の対象から外れるようになったみたいです。ただね、ほとんどのって書いてあるから、もしかしたら、金映えの時ってさ、ナイス玉結構重要だったりさ、ジェットパック重要だったりするじゃないですか。だからそっちで対象外れるのきついなっていう。でまだね、やってないからわかんないから、これはやってみて判断ですね。まあでも全部強くなってるみたいなので、まあ楽しくできるんじゃないかな。今までよりも勝ちやすくなったんじゃないかなって思います。はい。で、最後に、一度に出現する大物の鮭の上限が15匹までに制限されました。まあこれ以上出てこないみたいで、15匹以上はもうそのエリアには出てこないみたい。時々重くなってさ、動かなくなるときあるじゃん。サーモンラン。重いってなるときあるじゃないですか。それを、その対策で、15匹以上出ないようになりました。ただ、もう15匹出てる時点で、パニックなので、サーモンランって。で結構もう多いのよ、15匹って。今までそれ以上出てたのかって言われてちょっと怖いんですけどね。ということで、いろいろサーモンランには、修正が入っていたので、今回動画にさせてもらいました。ご視聴いただきありがとうございました。ビッグランみんなで楽しみましょう。俺より、楽しんでください。